オーメンズイレブンゲームチャンネル。はい、どうも。どうも。はい、やってまいりました、やってまいりました。連日のガチャ動画、はい、オーメンズイレブン、ガチャバラエティですね。そうですね。はい、いつもいつも皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。最近ね、本当にチャンネル登録者数がね、うなぎ登りでね。うん。本当に。今までありませんでしたね。すごい登って、まあ、うん、ここからねガクンと落ちますけども。このままの勢いでやっていきたいと思います。はい、そうですね、はいはい、ありがたいことです。ありがたいことです、はいはい、というわけで、はい、本日は誰の番でしょうか。はい、私です。はい、黒さんの番でございます。はい、あれ前回が前回こっそりこっそり、そう、こっそりこっそり、あれ14ですね。あ、はいはいはい、こっそり14回で、2体出たんですね。シュガーとケイ、ケイ、はい、はい、でした。出て今回は、一応ちゃんとしたオカルトシュガーソウルシュガーソウルとクリスタルケイですね。クリスタル系ですね。ですね、私前回の限定ガチャがあったじゃないですか、刹那ですか。はい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 、ね、まあ、まだありますもんね。私、はい、まだ刹那が来てないんですよ。あ、はいはいはい、まさか、え、そうですよね。え、交互で引こうかなと思います。あ、なるほどなるほどなるほど、私も引くってことか。そうです、単発で順番に引くという、はい、なるほど。まあだってね、前もあったよね。できますよ。そうだね、うん、そういう被ってる時に入れたい。そうそうそう、これ正直ね、刹那、うん、の方が能力は、あ、まあそうだ、高い可能性全然ありますからね、ダイブラス3のキャラより、はい、じゃあ早速いきますか。いきます。単発ですもんね。そうですね。じゃあ時間かかるもんね。じゃあ銀は飛ばしましょうか。そうですね、350、はい、そうです、そこそこ時間かかる。あ、やばい、喜んだ、喜んだ、来るぜ、これは来るで、来るで、皆さんダイブラスの方、ほら金、ほら来た、出た、ショー、わーショー来た。私の欲しい生涯一発で一発で、あら、来ちゃった。あ、ここで拳が来た、拳が来てる、絶対来ないかな、生涯いいな、一発だ。ジルジル自然とジルジル、いやー、だったら俺の動画で聞いてもらいたかった。確かに勝ちはさすがに無理かな。見事にだね。あ、こっちはそうだね、確定演出がありますから、うん、そうだ、すぐ分かりますもんね、うん、そうだそうだ、まあ、単発だと。おすぎとピーコが降りてくるんですよね、確か。そうですね、うん、じゃあじゃあおすぎとピーコが2回目です。2回目です。おすぎとピーコがね、あー、結局読み込み待ちか。まあただね、刹那の方は僕もガリシも読み込みなしで、あー、そうだね、確定が、ね、そうだね、うん、そうでしたね、うん、単発はだから読み込みなしでも裏切りが、うん、あ、まあそんなことなんか11連も、うん、ただね、読み込んだ方がいいからね、うん、どちらかといえば、どちらかといえばね、そうですね、こめかみ、こめかみなしの方がいいですね。来い、何も読み込んでくれない、読み込まなくても来るパターンありますから。ドキドキすんね、ドキドキする、する、するね、もう、もう釘付けでね、そうそう、マントの前にあるじゃん。うん、そうそうそう、うん、2回ずつ引いたかな、これ、ね、僕らは、あ、そっか、それぞれでもう確定演出みんな見てるわけだ、うん、はい、あ、そうですね、刹那とトワの、うん、はい、幸せなことですね。これはダグラスね。そうです、ダグラス、ちなみにダグラスの方の狙いのキャラって言ったっけ、前回の動画では言ってるか。あ、そうですね、ルーグとルーグとパルファラです。パルファラ、うん、パラボラアンテナでとかいろいろ考えたんだけどさ難しいんで、パラボラアンテナじゃないから。あ、パラボ、あ、ファルファラ狙いよ。そうそうそう、パラボラ、そう、これは刹那を狙ってます。いろいろあるんですけどね、なんか思いつくオカルトはできるできないがあって、ファルファラ、前回のファルファラの時って何やったっけ、うん、そうなんだよ、何や、思い出せないんだよ。私引いた時はこっそりで、あ、そう、割と早く出したんですよ。そうそうそう、フラさんこっそり意外と来て、来てましたからね。そうなんですよ、確かに何やったか覚え出せない。むしろね、あの視聴者さんの方が覚えてくれてるっていうパターンの方が、うん、ああ、そうそう、うん、そうなんですよ、皆さんあれですもんね、僕たちの動画、一回見た動画何十回も見てますもんね一人あたり一日何回も見てるじゃないですか、みんな。あの見てくれてんのかな、見てます、どうかな、 ありがたい。久々にさ、行きます、家にある単行本久々に読む感覚、はい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 、で、あれでみんな見てくれてるっていう風に僕は思ってるんですよ。僕もね、それは思ってます。おお、真冬だ。あ、真冬、あ、嬉しい、真冬狙ってるんですよ、真冬と関東も。読み込まなかったね、読み込まなかった、なかったね、やっぱりそれはいいですね、単発面白いな、うん、面白いね、面白い、いいね、だって、今2体、
2体出てるね。全然いいじゃん。いいじゃん。今だって14体引けるから。何個使った？100個ぐらい。100個ぐらいでしょ、使った。200個ぐらいでしょ。うん。今200個使いましたね。使ったの。あ、びっくりした。動画撮れてないと思った。撮れてた。ああ、てっちゃん、てっちゃん、こてっちゃんっすよ。秋元のてっちゃん。もうリアルかよ。リアルなやつじゃねえ。よし。こっちはね、ドキドキする方で。そうですね。ドキドキ演出の方。切な。切なさより遠くへ。切なさ。いない。お、あ、ああ。まさか建造も。そうだね。建造強いんだよな、普通にな。強いですね、楽しそう。オズマとどっちが強いんだろう。限定がさ、普通のあれに負けてほしくないな。そうだね、そうだね。でもまあ、負ける可能性はあ、まあ建造だってリジェネとかもあるでしょ、うん、安定するんだよね、相当。はい、アルファラもね、今評価は低いですからね。うーん、 D より上ぐらいじゃねえぐらいの。あ、そんなもんなん。書き込みもありましたしね。まあさすがに今回のキャラこれは来ないのかな。この後のね、やっぱり温泉が新規解放来る。お、読み込んだ。何を読み込んだ。え、どっちこれ。これは4スターの方だったんで。意外性長っち。長っち久しぶり。長っち久々に行ったね。長っちね。あ、ラスト1回ずつです。え、早い。まあでも2きますよ。2体か、うん、2体だね。まあいいっすよ。2体ダグラス、まあ、確率は収束するんで、10連だろうが、うん、単発だろうが、僕たちは。いやー、今の読み込みショックだな。今のはちょっと金にまでなっといてさ、うん、そうだね。これ今のはこれはダグラスの方、うん、ラストが施設終了、ね、これやばい。ドラマチックな展開やばいっすからね、ほんとね。このクロさん来てほしいなぁと。よし、これでもうさすがに最後にします。あ、こっちは刹那を追うのは、うん、ドキドキ。さあ来い。ここまで。でもこっからここにいない。あー、いやなる。あー、汗と。クレオパトラ的な。もう筋率はそんなに悪くなかったんじゃないの。そうですね、ほぼ飛ばすことなく見てました ね、 ね、そうだよね、うん、ほんとそうだった。ああ、3、4、はいはい、回ぐらいとかゼロになりました。あ、はい、いやー、まあまあ、けど黒さん島を掘ってないでしょ。そうですね、だから、うん、まあ僕らあと11連か22連、あ、まあ11連はできるかな。できるな。ただやるかどうかがわからないな、ね、聞きたいし。クリスマスあるし。そうそうそう、うん、クリスマス正月ありますから。ね、そうですね、皆さんね、ジュエルの運用これから考え時なんで、うん、最近多いですからね、ジュエル配布が非常に、うんうんうん、昔みたいに。まあ僕はね、多分全部突っ込んでいくかな。まあね、どうせ引けるからね、まあ、そう、うん、引けない時はどうせ引けないし。そう、ちなみにダグラス2の新規解放って来ないの。え、来るよ、うん、来るけどちょっとやばくない。新規解放のキャラ多すぎない。詰まっちゃってるじゃん、月見あわたとかも全て。そう、1年後にはそれを新規解放しちゃってるからね。あの、そうですね、あのイベントは。新規解放のキャラがさ、今のダグラス3よりさ強かったらさ、まあそれはそれでいいのか。ありえん。テトラとかね、楽しみですね。そう、テトラかなりね。まああと温泉も新規解放来ますから、もうすぐですよね。ドラライのマールとかも強かったからね、あの時ね、かなり楽しい。はい、なるほどなるほど。はい、もうここからちょっと盛りだくさんになりますね、いろいろと。はい、ることいっぱいになる。はい、はい、はい、ではご視聴いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。うるせえ、ラジオちゃん、バイバーイ。だってね。だってね。待って、ビンタ、やばい、よくわかんないから。